有限会社チルコ道路製造責任者茂木美沙さん、ジェラートショップトニの統括店長森国明子さん、株式会社ロッテアイスジェラートマイスター田口由紀さんです。本日はお忙しい中どうもありがとうございます。それでは早速オリジナルジェラートのお披露目を行いましょう。では茂木さん前の方へどうぞ。はい、一つ目のジェラート、茂木さんのオリジナルジェラートです。大阪のジェラートショップでジェラートをお作りになっている茂木さんはイタリアで開催された滋賀世界ジェラートコンテストで世界4位に入賞されています。さあ登場したのが茂木さんが考案したオリジナルジェラートです。それではお披露目をいたしましょう。どうぞ。はい、ご覧ください。では茂木さん、こちらのジェラートについて説明をお願いいたします。はい、今回お姫様のジェラートということで私がご用意したのはアドリア海の黒真珠というジェラートです。今日も、美しい姫の胸元、お顔周りをきれいに彩っている真珠、色は白と黒ちょっと違うんですけれども、イタリア産の黒オリーブのシロップ漬け、これをジェラートに混ぜ込むことでお姫様ジェラートを作ってみました。クリームチーズでコクのあるジェラートを作り、オレンジの爽やかさを足して、そしてコクのある甘みのあるブラックオリーブの風味を存分に楽しんでいただけたらと思います。はい、タイトルがアドリア海の黒真珠、名前が素敵ですね。黒真珠ってすでに素敵ですよね。でさらに美味しそうですので早速アンジェラートさん試食をしていただきましょう。はい、はい、どうぞ。すっごい美味しい。すっごい美味しい。どんな風なお味ですか？オリーブって聞いてたんで、そんなに甘さがないのかなと思ったら、ちょっとこうそのジェラートの甘みとオリーブのしょっぱさっていうんですか、ちょうどいい感じが程よく甘くて、本当に大人の女性のジェラートっていう感じです。ありがとうございます。すごい美味しい。はい。茂木さん、アンジェラートさんからこのような感想をいただきましたが、すごく光栄ですね。もう今すごいドキドキしてるんですけれども、オリーブっていうのはイタリアを代表する食材の一つで、オレイン酸とかポリフェノールとかいろんな栄養素、美味しいだけじゃなくていろんな栄養素も含んでいる、いつまでも綺麗で美しく若々しくいたいと思う姫にぴったりだと思います。素敵ですね。はい、茂木さんどうもありがとうございました。どうぞお戻りください。さあ続いてですが、では森国さん前へどうぞ。第1回ジェラートマエストロコンテストで初代チャンピオンに輝きました森国さんのオリジナルジェラートのお披露目です。さあ登場してまいりましたのが森国さんが考案したオリジナルジェラートです。それではお披露目をしましょう。どうぞ。はい、さあでは森国さん、こちらのジェラートについて説明をお願いします。私の作ったジェラートのタイトルは夢の続きという、タイトルです。スモモを使った、シャーベットタイプのジェラートなんですけれども、甘さの中に酸味もあって、美しくてキュートなお姫様を表現できたかなと思います。で、女の子ってみんな今日の、綺麗なドレスをまとっているアンジェリカさんのように、美しくなりたいなとか綺麗な装飾をつけてみたいなっていうキラキラした夢を持ってると思うので、そういうのをこのジェラートで表現、できたかなと思います。はい、ありがとうございます。タイトル夢の続きということで、ではこちらもアンジェラートさんに試食していただきます。はい、すごい、初めて食べた味。なんかプラムのジェラートって初めてかもしれないです私。はい、でもすごくこう甘酸っぱさがすごく好きです私は。さっぱりしていて食後とかにすごく食べたい。 ありがとうございます。うん、美味しいですとても、しかも見た目も可愛い。もう崩すのが今もったいなくてもうすごい可愛い。
ね、スプーンをつけるときにちょっともったいない。そう、もったいない。でもこうやって見た目も気分が上がるって、うん、女の子は嬉しいですよね、うん、そうですね。このような感想いただきましたが、森さんいかがですか、はい、もうアンジェリカさんに潰していただけるんであればもう全部もう潰してほしいぐらいだと思います。森国さん、どうもありがとうございました。それではお戻りください。さあ、続いては田口さんのオリジナルジェラートのお披露目です。田口さん、前の方へどうぞ。田口さんはイタリア滋賀世界ジェラートコンテストで第3位に入賞された経験をお持ちなんですね。さあ、登場してまいりました田口さんが考案したオリジナルジェラートです。それではお披露目をしましょう。どうぞ。はい、では田口さん、こちらのジェラートについて説明をお願いします。こちらのジェラートのタイトルはプリンセスオブジェラートというものです。素材としては、ナッツの女王と言われているピスタチオを、選びました。ピスタチオは栄養価が非常に高く、また製菓素材としても非常に高級で、また風味も非常によく、心も体もチャージできる、優れものジェラートだと思います。でデコレーションのイメージは、お姫様ということで、階段のイメージをして、作りました。ピスタチオを非常に贅沢に使用しておりますので、素材の、味わいを存分に堪能いただけるジェラートだと思います。はい、ありがとうございます、ピスタチオ大好きなんですよ私。楽しみです。もう開けた瞬間にワオってなっちゃった。美味しそう。さあ、すでにテンションが上がっていらっしゃるようなんですけれども、さあ、アンジェラートさん、せっかくですので、はい、こちら最後のジェラートとなりますので、はい、イケメン羊からいいですか、食べさせてもらえませんか。嬉しい。いいんですか。よろしいですか。はい、今日は、ね、お姫様ですからね、せっかくですし、ではイケメン羊さんお願いします。プレスの皆様、シャッターチャンスです。お願いいたします。恥ずかしいね、意外とこういうの。ではマイクをお持ちしていますね。はい、それではよろしいですか。はい、あおいしいし幸せですね、イケメンに食べさせてもらうと。いやでも本当にピスタチオの歯触りとジェラートの滑らかさがすごい絶妙なバランスで、おいしいです。とっても大好き。これ大好きなピスタチオということで、ピスタチオ大好きです。もう一口くれるの。ではあおいしいですね。すごく幸せそうな顔していらっしゃいますアンジェラートさんという感想をいただきましたが、田口さんいかがですか。そうですね、もともと好きな素材だったということで、存じ上げなかったんですけれども、気に入っていただけて本当に嬉しいです、ありがとうございました。田口さん、どうもありがとうございました。どうぞ。はい、アンジェリカさん、そろそろ終了のお時間が近づいてまいりました、はい、最後にお姫様ジェラート大使の道端アンジェラートとして、はい、全国の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、道端アンジェラートです。8月27日はジェラートの日ということで、全国の女の子はもちろん、男の子、大人の皆さん、子どもにもそうですけど、なんか大切な人だったり自分の、ご家族、大事な人と一緒にジェラートを食べて幸せな気分を味わってほしいなと思います。ありがとうございました。道端アンジェラートさん、本日はどうもありがとうございました。